こんにちは、レザークラフトフールです。今回の動画はこちらのオーダー製品の紹介になります。今回のオーダー製品はイタリアンレザーを使用したラウンドファスナーウォレットになります。今回ご注文いただいたお客様はですね、もう20年ぐらい前からの付き合いで、僕がこのレザークラフトを本当始めた頃ですよね、20代半ばだったと思うんですけれども、その頃からねお店の方にね遊びに来てくれてました。まあお店というかね、当時はねお店なかったんで工房だったんですけれども、当時ねそのお客さん10代だったんですけれども、ちょこちょこねその工房にね遊びに来てくれてました。まあ今思うと本当懐かしいですよね。あの頃はね若かったですけど、今はねもう40半ばなんでね、本当に時の流れを感じますよね。まあそのお客様もですね大人になられて、今のそのお客様に合ったですねかっこいいウォレットをということでご注文をいただきました。本当にねありがとうございます。今回使用した革はイタリアのアリゾナレザーになります。赤色ですね、すごくね綺麗な赤色です。アリゾナレザーは独特のこう脂肪があってですね、なおかつしっとりとした質感で、すごくね手触りのいい革です。今回アクセントにスターマークのカシメと真鍮のスタッツをですねデコレーションしています。すごくアクセントになっていいですよね。金具はですねすべて真鍮カラーで統一して、ファスナーテープはですね少しこうシックな大人な雰囲気を出すために、黒色にしました。すごくねかっこいいですよね。はい、開けるとですねこういった作りになっています。今回中の作りはですねカードポケットを細かい仕切りを入れずにですね大口のポケットを取り付けるようにしました。まとめてねこうカードを入れたいということだったので、大きめのカードポケットを両サイドに1つずつと、この背面がですねいつも通りポケットになっています。はい、でちょっとね見えづらいんですけれども、このコインケースの前後にですねカードポケットを追加してあります。でこちらのカードポケットの革をですねマヤレザーのピンクとですね、こう見えますかね、こちらはイエローを使用しています。ちょっとね影になって見づらいんですけれど、こうねこの差し色がワンポイントになってすごく可愛らしいですよね。コインケースはですねこういった感じでマチ付きになっているので、開口が広くてですね取り出しやすい作りになっています。シックな大人な財布ということだったんですけれども、ワンポイントにですねこのカラフルな差し色が入っているのがすごくねお客様らしさが出てていいんじゃないかなと思います。内側の本体に使用しているのは、リオショルダーレザーになります。こうね、お客様の要望通りすごくねかっこいいお財布ができたと思います。なんか2022年今年のですね3月、すごくねいい日があるみたいなんですよね。なんか転写日と転写、なんかそういうすごく縁起のいい日が重なっている日があるみたいなんで、それまではね大事に保管していただいて、ぜひね気持ちよくお財布使い始めていただければ嬉しく思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。それではまた、 See you!